ということで本日は金子颯太プロにお越しいただきました。はい、ということで早速ではあるんですけども、はい、ちょっと金子颯太プロ知らない方もいらっしゃるとは思うんで自己紹介の方からしていただこうと思います。はい、はい、じゃあまずお名前は。はい、金子颯太です。はい、じゃあ年齢は、26になりました。26歳。はい、はい、ダーツを始めたきっかけ。新旧新旧マッサージ師の仕事を持っているのでその仕事をしてたんですけど、はいはい、その会社の飲み会終わりに遊びに行ってみるか、ほう、遊びに行ってダーツやってみたらなんだこれとこりゃおもろいと体の使い方は分かってるし、あの仕事柄し、あ、確かに確かに、野球やってたから投げることは得意なはずなのになぜ同じとこに3本いかないかで、沼にはまりました。なるほど、はい、ダーツ歴はちなみに今どれぐらいですか。今、1年8ヶ月とちょっとです。1年8ヶ月ちょっと、はい、ちなみに今のレーティングは。今は16手前ぐらいです。マックスどれぐらいまでレーティングいきました。マックスは本当調子よかったので 17.4 とか5手前ぐらいまではいやすごいよ。でも始めた時ってレーティングどれぐらいからスタートでした。この2日見て発売部感があって、うん、初めて通した時は、4.17 4.17、はい、始めたその日にトンパチ出しました。すごいセンスの塊だ。めちゃめちゃダーツバーの中が盛り上がって楽しかった。そうっすよね、なんかそういういい思い出あると余計ハマりますよね。ちなみにレーティング6ぐらいはどれぐらいできました。6は2週間ぐらいだったと思います。すごい。その2週間の間ってやっぱりもうほぼほぼ毎日。いや意外とそうでもなくて週3日ぐらいだったと思います。なんかその時は投げに行けば行くほどレーティングが上がっていくのが楽しくてレーティング10まではどれぐらい行きました。 A フラは2ヶ月ですね。2ヶ月。はい、10.00 でその日もう投げるのをやめました。あー、正しいそっちだけ A フラに浸りたいそれすぐ1日だけでも記録残したいです、ね、そうですね。そこはあのオレンジで止めときたくてはい、そこでやってました。ちなみに SA、まあ、レーティング16以降なんですけど、はい、はどれぐらいで到達しますか。 SA は、9ヶ月。すごい。夏初めて9ヶ月。はい、すごいっすよねなんか僕もいろんな人に話聞いてますけど本当に圧倒的に早い、まあ、ちょっとねこのレーティングがこれだけ伸びた秘密もね今日できれば視聴者さんのために暴きたいんですけどでも話そうとね、金子颯太プロをもう徹底解剖して、なんとかきっかけを皆さんに与えたいなと思い、頑張ります。趣味って何かあるんですか、ダーツ以外。仕事柄だと思うんですけど、はい、歩いてる、その辺を歩いてる人の歩行とか、歩行の姿勢とか見るの結構好き。観察的な。なんかめちゃめちゃ気になってるなんかこの人こういう歩き方してるから膝が悪いのかなとか腰悪いんだろうな、だからそういう人どういう風に治療したら良くなるかな、はい、ちょっと変態そんなこと考えながら趣味がね人間観察っていう人ごく稀にいますけど歩行を見るってなかなかないですねなんか歩き方って結構特徴があるんで。あ、そうなんですね。靴の減り方とか見てるとあこの人腰悪いかなとか、結構見ちゃう。全然自分の知らない世界だな。でも歩き方で全然わかるもんなんですか。わかります、大体は。なんかそういうのが結構好きですね。じゃあ今後の目標とかってなんか明確なビジョンってあったりします。まあ、一番近いところで言うなら入れ替え戦に行きたい。あとは早くレーティング18になって人間になりたい。もう18いってる人は人間やめてますからね。その後ろから見てる人が投げてあ、そうだよね、入るよね、外したらあ、外すんだ
って思われたい、ね、いますよね。めちゃめちゃわかるわ。なんかレーティング18の人ってもう投げてないのに構えた瞬間にあそれは入るわっていうなんか見えたりするじゃないですか。それが相手にすごいプレッシャーになりますもんね。いやでも本当に生物危機になりたいなって思いながらやってるんですけど最終目標はそこですからね、はいはい、楽しみです。わかりました。ありがとうございます。